はいじゃあ3つ目の動画ですけどもこそこそ話はロスジェネと戦争でございますえっと私は昭和47年生まれロスジェネ世代ではあったんですけどもその頃の私そうですね10歳になるぐらいまでですかねえー、7歳8歳9歳10歳あたり小学校の5年生前後ですかこのあたりではまあ子供ながらにねいろいろと自我が芽生えてきて大人たちとの付き合いも少しずつ始まった時代です特に 少年野球とかを通じて、私は様々な大人と出会ってきました。その大人の人、地域の人、もしくはそういった少年野球みたいなコミュニティを通じて、出会った大人の人の中には。戦争に行ってきたよって人もね、もうそんな珍しくなくいたんですよ。そうですね。六十代とか。七十代ぐらいの方。当たり前ですけども、私は十歳ぐらいの時にも60、六十代七十代の方いるわけじゃないですか。場合によっては、五十代ぐらいの方。 様々な方が戦争の思い出を語ってくれましたね。じゃあ昭和47年っていうと戦争が終わって30年ぐらい経ってますちょうど戦時中に二十歳だった方まさに軍人として真っ盛りだった方が27年経つと50歳にまだなってない時なんですよでそれから10歳ぐらい経つと60になってないもしくは60前後の方っていうのと私がお付き合いをする時って いや昔ね二十歳ぐらいの時にはさお前らのもっともうちょっと大きくなった頃俺たち戦争行ったんだよみたいなねそんなことを話されるおじいちゃんおじいちゃんっていうかねおじいちゃんですね当時でもねもう60代ぐらいになったらそんなおじいちゃんおじいちゃんしてなかったですから、まあ、そういった話をよく聞くことがあって例えば学校に行くと校長先生が実際に兵隊に行った話を聞かせてくれたりしました小学校でででその小学校の教頭先生とかもたまにね いや実は戦争に行ってねこんなことがあったんだよその後先生になったんだよみたいなこと話してくれましたねでその先生が言うには戦場に行って鉄兜をかぶってね銃をこうやって構えてこうやってね進んでいったら向こうから銃がヒュンヒュンって身元に届くんだいや本当にねヒュンって届いてね怖いというよりも危ないというぐらいの意識 今で言ったら蚊が飛んできたからパチンとやらないとなっていう気持ちぐらいだったんだよ。でもそのヒュンヒュンって音にうっとうずくまる音が聞こえたと思ったら今朝まで一緒にご飯を食べていた同じ戦友がそこで血を流してうずくまっていたみたいなことを見てで大丈夫かって言ったらもう動かなくなってきたみたいな経験をね結構したよって言ってましたね。多分それは 満州とかかに行ったのの話なのかそれとも別の南方戦線なのか分かりませんけども、まあ、もしくはねその人が自分の体験として誰かの話をリアリティを込めて話してくれたのかもしれませんけども特に戦争のことってリアルだったんですよで私のね父母両方ともおじいちゃんおばあちゃん戦争に真っ向関わってましたから、まあ、おじいちゃんなんていうのね戦争に行って帰ってきてお土産が実弾だったですからで えー、実家に行くとね銃とかもあったんですよ。プラス私が30過ぎて広島で商売をしてる時にお客さんにね天皇陛下にもらった銃と勲章だってっら、ね、自慢げに出し付けた元軍人とかあ<ー>戦艦大和の乗組員の生き残りとか回転の訓練生ね特攻兵器回転こういった方がねボロ,ボロ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 広島で出てくるんですよ。<laughs> 枝島島っってところがありますけどもねににに営業に行った時には そういう元軍人さんっていうのが結構いらっしゃって当時のことをねたくさん話してくれましたまさにその人の人生は戦争にしかなかったと言ってましたねですんで戦争の話も苦しいながらにも自分の青春のこととしてね朗々と語ってくれるんですよいやあの頃は大変だったよみたいな感じでね今はみんないいよね平和でねって、うん、でナミさんも言われてたみたいに当時の人からするとね今とは価値観が全く違っていて じゃあ私たちロスジェネ世代は正社員になれなれいいいことを憂いています結婚できないことを憂いていますけどもじゃあ当時はどうだったのかなと本当に私たちのお父さんお母さん世代のロスジェネ世代の一歩前はどうだったのかなっていうと確かに結婚する二十歳前後の若者は多かったですお見合いとかでねでもその内情っていうのは結婚しました翌日には出生です帰ってきません未亡人です いやこれ幸せなんですかね。ね。いや、これ、実は私たちのお父さんお母さん世代の中にもこういう体験をされていまだに二亡人であの人が帰ってくることを待っていますみたいなねそんな80代90代の方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ80代の方はさすがにいないか90代の方とかねあの「ずっと会いたかった」っていうね小説がありますこれテレビドラマにもなったんですよ で、ずっと会いたかったっていうのは、あの、昇格っていう空母に乗った軍人さんの話なんですよ。その軍人さんが昇格に乗って、そして帰ってこれなかったんですよね。沈没して。でも、その昇格に乗った軍人さんの奥さんがずっとその人を待っていて、そして亡くなっていくというのが話の大筋なんですけども、このお二人が実は主人公ではないんですよ。 このお二人を背景に昇格に乗った軍人さんが海の向こう太平洋のど真ん中でですね自分の結婚してくれた奥さんに向かって手紙を書いてそれを手近にあった瓶に詰めて万が一の可能性を込めて海に投げたんですよね。それが漂って何十年も時を経て現代社会のリストラされたある無名のお父さんの手に止まったんですよ。 そしてリストラされてやることもないからこの手紙を届けてみようかなっていうふうにあるんですよね。その過程でいろんな人に助けられて戦争の悲惨なイメージを思い出す中でまるで自分がその昇格に乗った軍人さんの生き写しみたいな気持ちにどんどんなっていって最終的にその奥さんの療養先にたどり着くんですけども。 まさにそこでは隣住のねギリギリの瀬戸際だったんですよでそこに手紙を届けに来たところでお話は終わっていくんですけどもその時にその奥さんは帰ってきてくれたんだねというふうに赤の他人のその主人公の手紙の届けるリストラされたお父さんに対して言うんですよねそして手紙を届けた方も涙をこぼしながら帰ってきたんですよというふうに ラストシーンたったその一言を届けるためにそのストーリーは終わっていくっていう形で、ね、非常に感動してね大好きなんですけどねずっと会いたかったずっとあなたに会いたかっただったかもしれませんすいません、まあ、こういった小説そしてテレビ、えー、ドラマにもなったドラマっていうか二時間ドラマにもなった物語なんですけどねでこういった話っていうのがあの私が20代30代でもうゴロゴロあったわけですよね 戦後何十年企画みたいな感じで、えっ、ー、と、夏になるとね、そういった番組をやったりとか、私たちは幼い頃、あのー、広島ですから、戦後教育をずっと受けてきましたんで、様々な個人的なエピソードっていうのを、たくさんたくさん聞いてきました。それこそ、広島の平和公園、福山駅前、それから個人的におばあちゃんの近所のね、縁側、こういったところで、当時の戦争の体験で結構聞いてきたんですよ。でそう考えていくとね、いや、ロスジネって、別に不幸でも何でもないぞと。 じゃあ一世代前の方が良かったのかいつだったら良かったのかとか思っちゃうんですよ要するにちょっと強がりで言えばねどんな時代も与えられた状況で最大限自分の人生を引き出していくしかないなと少なくとも今空襲がない徴兵もない死ぬリスクって非常に低いのに一番死のリスクが高まるのは自らそれを選ぶっていうことなのかなと思うんですよいやでも時代時代で何が苦しいかってのは変わっていくと思いますんで何とも言いませんけども 当時でもね、みんなが軍人になる中でも、いや、これからの時代は軍人なんて遅いよと。これからは経済の時代だよと。もっともっと商売をしたり、サラリーマンとして勤めていかないと。みんなで社会を作っていかないと。戦争みたいなのは壊すんじゃなくて作っていかないとって思いながら、軍人として、まあね、あのー、生きたい方もいると思うんですよ。で、時代は変わって、昭和30年代、40年代はみんなで、 よし、これから勉強してサラリーマンになっていこうよと。戦争はもう終わったんだと。サラリーマンをやっていこうと。みんなで社会を経済で作っていこう。というふうになってきて、サラリーマンの出世する姿をお父さんお母さんに見ながら私たちロスネスダを育ってきたときに、自分もサラリーマンになるっていう選択も悪くはないんですけども、やっぱりね、時代が変わったんで、これからサラリーマンなんてやってらんないよと。これからはビジネスを自分で起こしていって、たくさんの価値観を世の中に広めていかないと。 そそれこそ1億人全員が1億企業1億ジャンルで起業するみたいな感じが多分今の時代に求められているんではないかなと思うんですよねそして次の時代これから Z 世代が育っていく令和の時代にですね令和10年とか20年になると多分金融の時代とかがやってくるんじゃないかなと思うんですよですんで今ロスジェネ世代が何か一発逆転をしようと思ったらやっぱり金融に目を向けていくことなのかなとすでにサラリーマンになりたいとか正社員になりたいっていうのはちょっと時代遅れなんじゃないかなと思いますね もちろん、一部には、そのサラリーマンをやってくださる方も成り立たないんで、えー、目指す人全部がダメよってわけではないんですけども、もしかしたらね、今40代、50代で、正社員になれなかったことを売れるんじゃなくて、ラッキーだったなと思う方が、これからの時代の価値観には合ってるんじゃないかなというふうに感じたのが、今回の深夜のコソコソ話でございます。じゃあ、今日は以上にしましょうかね。うん、あと一つね、結婚式のエピソードをお話ししたかったんですけども、長くなりそうなんで、今日は以上で。 終わらせていただきますさあ本当にロスジェネがロスジェネだけが不幸なのかもうちょっと考えてみたらまだまだ打てる手があることに気づくかもしれませんね皆さんどのようにお感じになったでしょうか今回の深夜のコソコソ話以上でございますいってらっしゃい